フルネがモデルだと言われているプラクシテレス。クニドスのアプロディーテーの古代のレプリカ、コロンナビーナスフルネは、紀元前4世紀の古代ニリシアのヘタイラ。詐欺に対する不敬を理由に裁判にかけられたことで、有名。フルネの本名は寝されてであったが、顔色が黄色かったため、引き返るを意味するフルネと呼ばれていた。これは、他の高級友女や売春婦にもしばしば付けられたあだ名であった。 彼女は、ボイオティアのテスピアイのエピクレスの娘であるが、アテーナイに住んでいた。正確な生没年は不明であるが、紀元前371年頃生まれた。その年は、レウクトラの戦いから間を置かずに、テーバイがテスピアイを撃破し、住人を排除した年であった。アテナオスは、フルネについて多くの逸話を残している。彼は、フルネの美しさを賛美し、 エレウシスの秘儀とポセイドオンの祭儀が行われた際、彼女が髪を下ろし、衣服を脱いで海に入ったと伝えている。このことは、画家のアッペレスの有名な海から上がるビーナスの制作意欲をかき立てた。同様に、彼女を愛した彫刻家のプラクシテレスは、古代ギリシアにおける初の女性のラタイ像であるクニドスのアプロディーテイのモデルに彼女を使ったとされる。アテナイオスによれば、 プラクシテレスは彼女のためにさらに二つの彫刻を制作した。テスピアイの神殿に奉納されたエロースの彫像とデルフォイの神殿に奉納されたフリネ自身をかたどった黄金の像である。その像はアルキダモス3世とピリッポス2世の像の間に安置されていた。定売のクラテスがこの像を見た時にギリシアの宝刀を願う奉納品だと称した。パウサニアースは 聖堂で白押しされた二つのアポローン像が彼女の像の隣に置かれていたと伝えている。アテナイオスは、フルュネが非常に裕福であり、紀元前336年にアレクサンドロス大王によって破壊された定売の城壁の修復費用の寄付を申し出たことを伝えている。ただし、この申し出はアレクサンドロスにより破壊され、勝負、フルュネによって再建されたと城壁に刻むことを、 条件としていたため、定番人によって拒否された。文学では、シャルル・ボードレールの詩、レスボスと、美の女神、ライナー、マリア・リルケの詩、フラミンゴが、フルネの美と名声に霊感を受けて書かれた。ジャン・レオン・ジェロームが、アレオ・パゴス会議の前でのフルネ、フルネがモデルだと言われている。アスプリー・モント・ライド、アルル・アフロリーテの古代のレプリカ、十字架と鼻、耳の損傷は、ペーガニズムの神を否定する。 古代人の芸術破壊によるもの。古根の人生において、最も有名な出来事は裁判である。アテナイオスは、彼女が訴えられ、恋人の一人である雄弁家のヒュペレーデスにより、弁護されたと伝えている。アテナイオスは、その基礎の理由について、詳細を述べていないが、ニセプルタルコスが、不敬によるものであると書き残している。判決が不利になるかと見えたとき、ヒュペレーデスが、 裁判官たちの同情を得ようと古ネの衣服を脱がせ胸元をあらわわにした。彼女の美しさが神秘的な恐れとともに裁判官たちの胸を打ち、彼らはアプロディーテーの女予言者であり新官に有罪の判決を下すことができなかった。彼らは古ネをかわいそうに思い無罪を言い渡したのである。アテナヨスはまたカッサンドレアの喜劇詩人ポセーディポスの エペシアにおける、この裁判についての別の内容を語っている。彼は、フリネが裁判官一人一人の手を取り、涙ながらに、自身の生涯について弁護したとだけ語り、衣服については、触れていない。クレイグ・クーパーは、このポセイディポスによる逸話こそが本物であり、フリネは裁判の間、胸元を露にすることはなかったと主張している。ある時、リディア王がフリネを求めたが、 フルネは法外な金額を要求した。気に入らない相手だと思ったためである。しかし王はその金額をのみ、フルネは王の希望に応えた。反対に哲学者のディオゲネスには無償でその身を与えた。ディオゲネスの精神を立派だと思ったからである。ディオゲネス・ラエルティオスは、フルネが哲学者、クセノクラテスの美徳を確認しようとして失敗したと言っているギリシアの詩人。 著作家のリミトリスバロスは、フルネという本を書いた。ありがとうございます。